演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちら、オメガ3菌によるお菓子5つを食べたいと思います。これは先日ハンバーガーを食べに帰りについでに買ってきたんです。こちらがなんかお店に出されている豆菓子で、なんかバシルコサンド、これなんか別の場所で聞いたことあるな。キャンディ、羊羹、これなんか和菓子置いてあるって珍しい気がしますね。ではお店同様の豆菓子から、中はこんな感じになってます。食べてみたいと思います。ここか、豆のいい香ばしい香りがしてきました。こんな感じです。ではいただきます。ゲッ、バッテリーが、というわけで急いで食べています。うわー、もう最後まで持つかなこれ。お汁粉っていう割にはちょっとな物足りない。お茶が欲しくなる。オブラトーストが目玉のコメダコーヒーの羊羹だけど、そこまででもないかな。まあパンには合いそうな気もしますが、ふんわりしっとり甘ささっぱりのどら焼きですね。コーヒーよりもお茶と合いそう。最後の最後に一番強烈なの来たなー。これはインパクトに残るぞー。っていうかもうすでに残ってる。最初に食べたこの豆菓子は香ばしさの塩気がポリポリとした食感とともに口の中に心地よく聞こえて美味しかったです。とコーヒー飲む前に、というわけでこちらの点数とさせていただきます。続きまして、このシルコサンドはあんまりお汁粉って感じはしなかったですね。お汁粉の要素どこにあるの、特に小豆がちょっと感じられないなと思ったのが残念でした。ビスケットとしては普通に美味しくはあったので、こちらの点数とさせていただきます。続きまして、この羊羹、あんこの甘さがしっかりと口の中に広がるシンプルな羊羹ですが、わざわざ米田で買うかなっていうような部分もちょっとありましたので、こちらの点数とさせていただきます。そしてこちらの米田商工品のどら焼き、こちらも割とシンプルな感じで、生地はふんわりしていて、中のあんこの甘ささっぱりとしていて美味しかったです。羊羹よりはちょっと買っても食べてみたいかなと思えるようなあんこの甘さが良かったので、こちらの点数とさせていただきます。そして最後に食べた米田コーヒーのコーヒー飴、舐めた瞬間にコーヒーのほろ苦さが口の中に広がってきて、朝の目覚めにぴったりですね。本当にすっきりすることができます。朝一気分転換にぴったりだと思いますので、こちらの点数とさせていただきます。コメダコーヒーのお菓子も美味しかったですが、ちょっと他に比べるとパンチが弱い気もしますね。スターバックスとかでも、まあこういうのもいいものです。それで